はい、こんばんは、山寮と申します。何を書いてね、データのアップロードとかしとったら、結構いい時間になっちゃいましたね。まあまあ、動画的には多分すぐに、そうね、さっき上げとった動画の時になってると思いますけどね。なんか、気がついたら1時間半ぐらい、ロードしてました。何、こんなとね、あと何を買ったのかですよね。そうそうそう。そうそう、順番にね、スーパーで買ったやつ買っていこうかな。よいしょ。まずね、1個目がね、なんか黒はんぺんのフライになったんですよ。焼津黒はんぺん、こっちって言ったら黒はんぺん有名らしいですもんね。なんかおでんによく使うらしいですけど、そういうのフライとかあったんでね、買ってみましたよっていうのと、しまった、箸をもらうのは、あ、いや、駅弁の箸がありますんで。で、ちょうどね、これと今、東海軒さんのね、駅弁の方のやつね、これ肩バスがぶったんですけど、たまたまね、この東海軒さん、一緒の東海軒さんがね、このサンドイッチがあるんですよ。これですよ、これ。ちょっとね、スーパーで買った時にもちらりと話をしましたけどね、これがね、そのね、有名な、かの有名なサンドイッチなんです。これちょっと後で写真撮っとこうと思いますけどね。もう今撮っとこうかな。よいしょ。これはね、東海道新幹線のね、ところで売っとって、初期の頃から、その、東海道新幹線のなんか初期の頃からね、売っとった。結構駅弁の中でも、初期の頃からやってるやつらしくて、あ、静岡駅構内ってなってますね。静岡駅での、あれかな、ホームで売ってるのかな。うん。で、これがなんとスーパーで売ってるんですね。いやー、さすが静岡ですね。もしかしたらこの辺りだけかもしれません。富士屋っていうスーパー。まあ、富士屋って名前もまたね、いかにもね、静岡って感じがしますよね。いや、これはね、一回食べてみたかったんですよ。まだ、私ね、食べたことないんですよ、このサンドイッチ。よくね、スーツさんね、の動画でね、紹介されたりもしてましたよね。そうそうそう。まあ、有名なやつですからね。食パンとか27日の19時まで、ですから今日今日夕日あったら大丈夫みたいですんでね。で、フライはいいや、こっちと一緒に食べようかな。幕の内弁当も買ってありますんで、この後の予告になりますけど、先にじゃあね、ちょっとサンドイッチからいただこうと思います。これね、こんな感じでね、これそうですね、駅弁だとね、なかなかね、喋りながらなんか撮れませんけどね、新幹線の中とかだとね、ここだったらね、ゆっくりね、喋りながら撮れる、いいじゃないですか。こんな感じで開けます。お、なんか面白い、こんなところに環境に配慮したあれなんですね。環境に優しくて、また可愛らしい鳥の絵がこんなところに書いてあるんですね。お食事後、このカップ箱を折りたたんで駅のゴミ箱へ入れるようご協力願います。駅のゴミ箱へ入れるようってなってるのが駅弁感ありますね。ちなみになんか駅弁の定義だと、これはあくまで駅弁ではないらしいですよね。駅弁ってなんかこういったね、先に出しちゃいますけど、これここには駅弁のマーク入ってるじゃないですか。これ、駅弁でなんか幕の内弁当、これは幕の内ですけど、なんかね、ご飯となんか主食と卵焼きとなんかね、梅干しとなんかやったっけ、なんか定義があるんですよね。詳しく紹介した動画が別のところにね、探せばいくらでも多分出てくると思いますんでね、スーツさんがなんか前にやってたな。結構前だった気もしますけど、ね、なんかね、あげて出しましたしね。まあ他にもあるでしょう。ちゃんとね、詳しく調べた方のか、私はただ単にふわっと喋ってるだけですからね。うん。この手に関してはふわっとした情報しか出せませんので、すいません。他のね、ちゃんと専門的にやるよっていうところはね、ちゃんとエビデンスというとかもね、頑張るんですけど、すいません。それ以外のところはご容赦くださいということで、まあ、さあさあ食べましょう。これ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 。開けると、あ、こんな感じでね、シンプルでしたのね、サンドイッチが結構な数入ってるんですね。すみません、ちょっとね、ツイッター用のね、とかもね、一応お食事に聞きましたね。ちゃんとね、お手拭きが中に入って、駅弁ですね。で、煮崩れしないです。これね、結構しっかりと包んでありますね。よしよしよし。そうすると、中から、
こんにちはって現れるわけですね、これが。卵とハムですね。卵、ハム卵。もうシンプルイズベスト。ああ、素晴らしい。いや、素晴らしいじゃないですか。うんうんうん。ちなみにね、ソフトクリームはやっぱ持ち込みダメみたいです。うん、こういう自販機での販売じゃないからなんでしょうね。まずは卵から。うんうんうん。うん、あ、シンプルイズベストですけど、いや、美味しいじゃないですか。うん、黒はんぺんフライ、へえ、他にもね、オムライスとか美味しそうでした。うん、ちょっとね、うん、ナイスものだったんでね、今回はご遠慮しましたけどね、いただきましょうか。どんな感じかな。うん、あ、たぶんですね、うん、うん、うん、あ、おいしい。イワシのすり身なのかな。うん、うん、あ、原材料名黒はんぺんとしか書いてないな。一応サーバーが入ってるみたいなこと書いてありますけど、うん、あ、これ美味しいわ。うん、きっとね、これなんかおでんに入れたらいい出汁が出るんでしょうね。煮物なんか、あの、お鍋なんかに入れても良さそうですし、うん、酒の魚にもいいですよ、これ。うん、酒買って飲むかな。駅前なんてね、いくらでもね、うん、そこあるんですよ。